モデスト・ムソルグスキー、モデスト・ペトロービチ・ムソルグスキー、ラテン、文字転写、モデスト・ペトロービチ・マゾルゴスキー、1839年3月21日から1881年3月28日は、ロシアの作曲家で、ロシア5人組の一人。5人組の中では、そのプロパガンダと民謡の伝統に、忠実な姿勢をとり、ロシアの史実や、 現実生活を題材とした歌劇や風刺歌曲を書いた。国民楽派の作曲家に分類され、歌劇、ボリス・ゴドゥノフや、歓元楽曲、ハゲ山の人よ、ピアノ組曲、展覧会の絵などが代表作とされる。プスコフ州で、流陸の血を引く、地主階級に生まれる。ムソルグスキー家は、流陸の18代目の末裔ロマンバシリエビチ、モナスティレフの子孫であり、加盟は、 モナスティレフのあだ名、ムソルガに由来する。6歳から母の手ほどきでピアノを始める。そこから、やがて、フランツリストの商品を弾くまでになったと言われる。10歳の時サンクトペテルブルクのエリート予定機関、ペトロパブロフスク学に入学。ムソルグスキーは武漢になることを夢見ており、13歳で主観候補生になるが、音楽は大切な存在であり続けた。 1852年には、父が出費して、ピアノ曲、騎手のポルカ、ポートアンサイナ・ポルカが出版された。2年間のうちに、ロシアの文化人との出会いを果たし、ダルゴムイスツキー、スターソフ、バラキレフ、キュイとの出会いは重要であった。バラキレフの指導のもとに、歌曲とピアノ曲などの修作を手掛けるが、1858年に、軍部を退役する。 ギャードフ少年に出会い、モスクワモーデにモデ向き、同胞愛や郷土愛に目覚める。ムソルグスキーは、バラキレフに支持して、ベートーベンなどのドイツ音楽を学んでおり、バラキレフの監督下に作曲された、四手のためのピアノソナタは、ムソルグスキー唯一のソナタ形式を含む作品である。作曲を続け、未完成のまま放棄した歌劇、アテネのオイリクスも、また、ピアノ曲、 古風な感想曲、インテルメッツォインモドクラシコ、1867年に改訂し、還元落下も、やはり民族主義的でない。ムソルグスキー家は、荘園の半分を収奪され、ムソルグスキー自身は、非常に多くの時間を、カれぼに過ごして、一家の突然の霊落を何とか食い止めようとしたものの、失敗した。この頃、ムソルグスキーは、 バラキレフの影響力から自由になり、ほとんど独学するようになった。1863年から1866年まで、歌劇、サランボー、サランボーに取り組む。ペテルブルクに戻り、下級管理として、生計を立てる。ペテルブルクで、近代芸術や、近代科学について読書し、議論を戦わせた。そのような影響のもとにムソルグスキーは、 だんだんと、リアリズムという理念を抱くようになり、社会の提層に関心を寄せた。再現やシンメトリーのある学識を拒否し、現実生活の繰り返しのない、予測のつかない流れに十分に忠実であろうとした。現実生活の衝撃は、1865年に母親が没すると、ムソルグスキーにはとりわけ苦痛に思われた。この頃から、 深刻なアルコール依存症の兆しが見え始める。しかしながら26歳のムゾルグスキーは、写実的な歌曲の作曲をはじめ、1866年に作曲された歌曲、ゴパーク、ゴーパッチと愛しいサービシュナ、ダーリングサビシュナは、翌1867年に初めて自力で出版された作品となった。1867年は、 ハゲヤマの人よの諸行が完成された年でもあったが、バラキレフはこれを批判し、指揮することを拒んだため、存命中には上演されなかった。文官としての職務は安定していなかった。1867年に余剰人員と宣告され、出勤しても無報酬であった。とはいえ芸術生活においては、決定的な展開が生じようとしていた。バラキレフを中心とした、 作曲家集団について、スターソフが五人組と名付けたのは1867年のことであったが、それまでにムソルグスキーはダルゴムイシスキーに接近した。1866年より、プーシキンの原作歌劇、石の客を作曲中であったダルゴムイシスキーは、テクストは、その内的な真実がねじ曲げられないように、あるがままに曲付けされるべきであると力説し、 アリアとレチタティーボをやめ、デクラマシオンを良しとした。石の客に影響されて、1868年に作曲されたゴーゴリ原作の結婚の最初の11話では、戯曲の日常的な対話の抑揚を、戦慄戦によって自然に再現することが優先されている。結婚は、ムソルグスキーの自然主義的な曲付けにおいて極端な位置を占めている。この作品は、 第一幕の終結まで作曲されながらも、還元落法を施されぬままに放棄されたが、その典型的なムソルグスキー流デクラマシオンは、その後のあらゆる声楽曲において聞き取ることが可能である。自然主義的な声楽処方が数ある表現原理の中で、次第に唯一のものとなった。結婚を放棄した後、ムソルグスキーは、ボリス・ゴドゥノフの物語でオペラを作曲するよう、 励まされる。このためプーシキンの戯曲や歴史物語を集め、オペラ、ボリス・ゴドノフを書き上げた。1871年に提出されるが、歌劇場から上演拒否にあった。初稿では明らかにプリマドンの役がなかったからだった。ムソルグスキーは改底に取り掛かり、より大掛かりな第二項これが原点版である、を完成させ1872年。 おそらく5月に受理され、1873年にはマリンスキー劇場で抜粋上演が行われた。1874年2月のボリス・ゴドゥノフの初演まで、ムソルグスキーは、不運に終わった5人組の合作オペラ、ムラーダに関わって、このために、ハゲ山の人よが昇版を作成し、歌劇、コバーンシチナにも着手した。ボリス・ゴドゥノフは、 批評家筋の受けが悪く、上演回数は10回程度でしかなかったが、聴衆には好評で、これによって、ムソルグスキーの活動は頂点を極めた。この頂点からの転落の兆しが次第に明らかとなり、ムソルグスキーは、友人の元から押し流され、アルコール依存症が関係する狂気も見受けられる。さらに友人ビクトル・ハルトマン、ガルトマンが死に、 1873年のことである、肉親やルームメイトのゴレニシェフイコールクトゥーゾフ伯爵、火の光もなく、死の歌と踊りの作詞家も決して去っていった。1874年以降は、火の光もなく、モスクワ側の夜明け、ホバーンシチナ前奏曲、展覧会の絵が作曲されている。歌劇、ソロチンスクの定期詩にも着手し、さらに、ハゲ山の人よの、 別の合唱版も作成した。やがて著名人のサークルと交際を始めたが、狩猟が抑えられず、身近な人の相次ぐ死は、心痛をもたらしたが、ムソルグスキーの最も力強い作品、死の歌と踊りが作曲された。文官としての仕事は、たびたびの病気や血跡のために、一層不安定になり、内務省に転職することができたことは幸運であった。しかも転職先では、 ムソルグスキーの音楽熱が寛大に扱われたのである。1879年には伴奏者として3ヶ月間に12都市で演奏活動を行うことさえ許されていた。ただし、サンクトペテルブルクに戻ると、再び以前の進んだ生活に逆戻りした。1880年に公務員の地位を追われる。ムソルグスキーの休防を知って、友人たちはホバーンシチナ。 ソロチンスクの定期詩を完成できるように寄付を集めようとした。ホバーンシチナのピアノスコアは2曲を除いて完成しており、仕上げまでもう少しというところまで達したが完成には至らなかった。1881年初頭に4度の心臓発作に見舞われた。ムソルグスキーが入院させられ状況は絶望的であり、3月28日に42歳で死去。 イリア・レイピンによって有名な肖像画が描かれたが、これは最後を伝えるものとなった。像4度を積み重ねる技法や原色的な火星感覚、作曲素材の大胆な対比などは、差し詰め印象主義音楽や表現主義音楽の前触れとなっている。ムソルグスキー作品の目覚ましい斬新さは、20世紀半ばにショスタコービチによって、 作曲者の手法にあたうる限り忠実に、二つの歌劇、ボリス・ゴドゥノフとホバーン・シチナの還元落法をやり直されるまで、長らく見過ごされてきた。また、ハゲ山の人よは、ディズニー映画、ファンタジアに利用されて、一層有名になった。想像力に富み最も演奏される作品は、ピアノのための連作組曲、展覧会の絵である。この作品は友人であった、建築家。 ィクトル・ガルトマンの意向を忍んで作曲された。19世紀のうちから還元楽への編曲が試みられていたが、今日のほとんどの演奏はラベルの編曲である。ムソルグスキーは歌劇ソロチンスクの定期詩を未完成のまま没し,したが、有名な部曲ゴパーク、英語読みでホパックはしばしば単独で演奏され、またラフマニノフのピアノ用への編曲で有名になった。 また、歌曲、のみの歌は、ゲーテ、メフィストフェレスを、アレクサンドル・ストルゴフ・シチコフがロシア語訳した新曲を、つけたバス独唱曲。その他の作品では、三大歌曲集、子供部屋、1872年、日の光もなく、1874年、死の歌と、踊り、1877年が有名である。ムソルグスキーは生涯で七つのオペラを、 作曲しているが、生前唯一完成させた有名なボリス・ゴドゥノフを除き、そのほとんどが未完成のまま残されている。また構想に終わったオペラもいくつか存在し、彼が1856年に創作を試みたアイスランドの藩、ビクトル・ユーゴーの台本によるという実現に至らなかった作品があるが、これが最古のものとされている。また、死の数年前にホバーン・シチナと、 ソローチンチの定期誌を作曲していた最中の1877年頃にプガチョフシチナという構想のみに終わった作品もる。これはプーシキンの大尉の娘に基づいたオペラとして計画された作品である。展覧会の絵の還元楽編曲やハゲ山の人よなどで有名になっている反面、オーケストラのための作品は数多く残されていない。 ムソルグスキーが最初に作曲したとされる、騎士のポルカは1852年に生み出されているが、彼が13歳の時の産物である。バラキレフのもとで修行していた時期にピアノ・ソナタも作曲しているが、これらは未完に終わったかもしくは紛失しているため、完全な形としては残されていない。彼のピアノ曲で有名なものは、展覧会の絵であり、後に還元楽版として編曲されている。 晩年はオペラの制作に注いでいったため作品数はごく少なく演奏時間にして数分程度の商品が生み出されている。他のジャンルと比べてムソルグスキーの合唱曲はごくわずかしか残されていない。ミリー・バラキレフの下で音楽を学んでいた頃から没するまで歌曲は生涯にわたって書き続けられている。ラヨークでは 当時の社会を風刺した歌曲として知られる。映画やテレビに転用されて一層有名になった。またプログネッシブロックやクロスオーバー、フュージョンなどの分野にも影響を与え、アレンジが試みられた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。